この方は30代の男性です。年々 M 字部分が後退してきて、これを直したいとご相談に来られました。治療はダブルマトリックスメソセラピー、タブレットとスプレーのお薬の併用をしています。治療前から3ヶ月後のお写真です。ダブルマトリックスで発根した毛が順調に伸びてきている、そういう写真になります。湘南 AGA クリニック大阪院では、医師がマイクロスコープで頭皮を見て、お一人お一人に合った治療法を提案いたします。薄毛で悩まれている方、お困りの方はぜひ当院にお越しください。無料カウンセリング受付中です。皆様のお越しをお待ちしております。